閉塞確認の図。中央快速線12両下対応ホーム延伸工事の様子。下り線。人工地盤の様子。9月も終わって10月になり日が沈むのが早いです。場内の様子。大きめな鋼材はなし。中央快速線12両下対応ホーム延伸工事の様子。神田駅お茶の水。今回の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。